急いでの通帳アービさんとアービさんで、いやみんな亀岡さんだよ。今日はちょっと逆光で見えづらいね。今日は葵ちゃんという狼がいろんな遊びをできたから、その遊びの紹介だよ。早速 VTR でどんな遊びをしていたのか立て続けに見てみよう。それでは VTR スタート。はい、じゃあ行きますよ。まさに。はいや。伏せは、伏せは。はいや。回ってください。はいや。素晴らしい。ジャンプ。ジャンプ。ジャンプ。OK です。どうだったかな。この葵ちゃんという狼、とってもいろんな遊びができたね。でもね、いろんな遊びができる葵ちゃんだけど、実は一人で運動場にいるとお客さんが怖くてそわそわしちゃう狼なんだ。そこを解決するためにいろんなこうやって遊びをして仲良くなって、どうやってうろうろ飛べることができるか、そういったことをやったのが次回今日の狼でお話ししようと思うよ。みんなもどうやったらお客さんが怖い葵ちゃんをゆっくりできるのか考えてみててね。そしたらまた、またねー。神岡さんでした。今日の覚えてね、いろいろな遊びができることも大切でも、その動物が日常ゆっくり暮らせているか、そこも一緒に見てあげましょう。それではまた。ふふふふふ。